はい、サビちゃんということで、サビチャンネルやっていきましょうってことで、まあ、今回はですね、匠竜を倒した後なんですけども、大匠装備がね、頭だけなくなっちゃったんで、ちょっとね、ソロ作りに大匠倒しに行こうと思います。でね、なんかね、ノースリーブみたいになってるから、もう本当に、ちょっとかっこ悪いんで、ちょっとね、大匠を倒しに行きますよ。もうね、安全でしょ、ここ。雷うるせえ。雷めっちゃうるせえ、マジで。超うるせえわ。音量でかくしたせいで、雷の音が、異常にうるさいんですよね。よし、行くぜ。さあさあさあ、これで、これでね、あ、能力ついてる、早い。さてさて、倒しに行きますよ、私は。この辺で、この辺で戦えば多分大丈夫でしょう。まあ、6個もあれば、まあね、余裕で手に入るでしょうってことで、もう作戦、開幕即ぶん殴りで倒す。だってもう、もうあと一発、あと1、2発当てれば倒せんじゃね？こいつどんだけ撃つんだよ。爆発しすぎだろ。どこ行った？え、いなくね？あ、いた。こいつ爆発するとさ、回復しちゃうからさ、今のうちに。何が起きてんの？何が起きてるかわかんないから、ちょっと、回復しすぎだろ。もう体力半分ぐらい戻ったじゃん。うわ。こんな暴れ狂ってる、大匠初めて見たよ。倒させていただきます。残念ながら倒させていただきたいんだけど、ちょっと無理かな、これは。これ無理なんじゃないか。え、やばくねこれ。え、どんな爆発の仕方だよ、これ。爆発やばいでしょ、本当に。うわ、大匠もなんか能力ついてるし、痛えよ、もう。戦いづれえよ。あいつ放置しようかな、逆に放置しようかな。なんか水の中埋まってるしさ、なんか2体ぐらいいっても多分変わんないっしょってことで、もう1体呼んじゃおう。2対1でもか、あ、間違って壊しちゃった。え、これ壊れたらさ、あれ？壊れちゃった、普通に。2体以上存在することでできんのか？できた。もう爆発される前に倒す。はい。あ、同じ展開だ、これ。さっきと同じ展開を見てる気がする。どこまで行ったら、うわ、2倍。倍になってるよ。近づけねえ。あいつマジ近づけねえわ、ほんとに。増えた、爆発した。よし。どこ行った？爆風食らわねえからさ、あんまり、ダメージ自体は痛くないんだけどさ、耐久力とか。いやー、近づけねえ、マジで。マジ近づけねえんだけど、ちょっとこいつ、いやー、マジか。よし、今だ。今だったらいける。あ、倒したか？よし、倒してない。まだ倒してないっぽい気がする。いや、倒したか？倒したっぽいな。倒したっぽいね、一応。でも、証を落とさないから、意味ないんすよね。大匠の証をね、落とさないとね、意味ないんすよ。で、もう一体ね、いるんすよね、上の方に。上の方にさっきの生き残ってるやつがまだいるから、そいつもね、ちょっと倒しちゃいましょう。どこにいんだ？だいぶ上の方にいるんじゃないの？この感じからすると。あ、違う、消えた。え、どこ？下の方にいるのか、まさか。まさかの下方向にいるやつ？こっち？あ、こっちの方だ。こっちの方に、この辺にいそうじゃね？こっち、あ、違う。めんどくせえ。自分でこの場所で戦っといて言うのもなんだけど、めんどくさいな。しょうがない。ニュー大匠呼ぶしかないな。これさ、匠ワールドってさ、高度どれぐらい下まで行けんだろう。なんかだいぶ下まで来た気がするんだけど。まあ、いっか、とりあえず。はい。はい、で、もう、爆発で飛ばされる前に倒すっていう作戦で、うわ、隠れみ、うわ、びくしゃ。隠れみ使いやがった。壊れてないよな。毎回装備壊れてないから不安になるんだけど。よし、ここだったら、戦える。オッケー、2個落とした。ラッキー、2個はでかい。2個はね、でかいよ。こいつもさ、2個ぐらい落としてくんねえかな。はい。はい、行け。よし。上登る前に、こっちで、倒す。いやー、登っちゃう。登んな、まず。ちょい。オッケー。よし、オッケー。まだ大丈夫、まだ。近づけ。よし。どこ？爆風やば。ヤバスクリニック。なんか、鉱石がね、時々できてるよね。金鉱石みたい。うえい。こんな爆発するっけ、こいつ。真上まで飛んできちゃった、俺。ジャンプで近づく方法で。結局近づけねえ。いや、縦で。ちょっと。はい。今チャンスだよ。チャンスで今。もうちょいで。近づけねえ。いや、もう危ねえわ、こいつ、ほんとに。ほんと危ねえわ。どこ行った？
多分こっちの方でしょう。あ、いたいたいた、目の前にいた。よし、いける。いけない。全然近づけない。はい、はい、はい。じゃあ、どこ？どこ？はい。よし、一発当たった、今。今、一発当たった。いやー、いやー、ちょっと。ちょっと。ちょっと、ひどくないですか、それは。一発当てて。よし、オッケー。倒した、オッケー。倒しましたー。証落とさねー、ケチくせー。ケチくせー、匠が多いな。ちょっと待って。ちょっと待って、呼吸困難で死ぬ。やばい、ダメージ食らう。ちょっと待って、呼吸困難で死ぬ。オッケー。ケチくせえ匠が多いことだな、ほんとに。もうちょっとくれたっていいんじゃないですかね。マジか。2体倒して、まだ2個って。マジか、サブチャンで集める予定だったのにな。多分、拠点の方に、ちゃん、拠点の方に1個残ってるから、まあ、あと1個最低手に入れれば、一応装備自体作れるんだよ。で、これで、1体倒して手に入んなかったら、もうね、もうそこでサブチャン終わりだから、もう。サブちゃんはもう終わる予定なんで、すでに。もう限界。限界。また新しく大匠を出して戦うってことはしません。うん。しないんですよ、これが。なんかさ、ここに今映ってる体力ゲージの大匠が、倒せればさ、いいんだけどさ、どこにいるかわかんないんだよね。いたいた。いたいた。急に自己主張してきた、あいつ。どこ？こっちの方だよね。あ、いたいた。あ、いたいたいた。自己主張激しいやついたな。いた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 。こいつなんか、ずっと浮いてるよね、お前。呼吸困難で死なないのかな？ちょっと待って。どこ？どこ？クリーパーとかいるけど。いなくね？また消えた。行方不明率高くね、あいつ。あ、いた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 。あそこにいますね。あそこやばい。10分超える、これ。7分ぐらいにして終わりたかったけど、もう7分になりそうだ。一発今当たんなかった。あいたい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 。オッケー。こう、去り際に一発当てる感じね。よし。よし。いけ。いけ。当て、届け、届け、届け。君に届け。君に届け。君に届けとか懐かしい。めっちゃアニメ見てた、昔。よし、ここは勝った。端っこ行けばもう勝ちでしょ、もう俺。いやー、そんな攻撃あったな、そういえば。端っこまで行けば勝てる。どんな浮き方してんの、今。よしよし。よしよし。とどめ。とどめ、とどめ。オッケー、落とした。さらに、大匠の証も手に入った3個は。オッケー。よし、これで、装備自体はもう作れるから、用なしっちゃ用なしなんだけど、まだ1個ね、残ってるから、それをね、倒してから、このサブちゃんは終わりにするか、もしくはもう終わりでいいんじゃないかっていう、意見が僕の中であります。あります。スタップ細胞は、あります。古い。ネタがね、絶望的に古いっていうね。あ、ここで倒そうぜ、もうこの、端っこ。端っこで倒そうぜ。てかさ、俺爆風耐性ついてるってことはさ、巨匠爆弾これさ、か、高性能爆弾か。普通に使ってさ、倒せんじゃね？はいはいはい。もう、どっか行く前に倒すぜ、俺は。お前が、遠くに行く前に、あ、終わった。遠くに行く前に、ちょっと待って、なるべく、離れる前に、当たれ！よし、オッケー。オッケー。証落とした。いや、待って、爆発で消えたんじゃない今。うわぁ。やってくれた。やってくれたわぁ。ってことで、うわぁ、最後の最後で、証落としたのに、まさかの、匠に壊されるっていう屈辱的展開。いや、ないわ、本当に。一番悲しいパターンですね、これは。畜生。畜生、畜生。いや、マジで、泣いた。泣くわ、こんなん。よいしょ。じゃあ、装備作って終わりにしますか、サブチャンネル。戻るぜ。カットは使わないよ。てかさ、たまにさ、サブちゃんのさ、コメント見るとさ、メインよりサブちゃんの方が好きですっていうさ、コメントがあってさ、複雑な気持ちになるんだけど。こんな適当な動画でいいのか。こんな適当な動画好きだったら適当な動画だけで人気になりたいっていう欲が出てきたんだけど。サブチャンネル登録者、80万人ぐらい行ってくれ。はい。もう、はい、なんでもないです。すごい調子こいでこと言ったわ、今。じゃあ、終わりますか。ダイヤモンドはいっぱいあるから、ちょっと、これで作っちゃいますか。いやー、やっとですよ。よいしょ。で、これで、はい、完成。オッケー。よーし、戻った。でもさ、実際さ、ウィザーと戦う場合ってさ、どっちの方がいいんだろうね。こっちさ、耐久度少ないからさ、あ、でも飛び道具耐性とかなんか、トゲの鎧とかついてるから、いや、悩むなってことで、まあ、再び匠になったということで、終わります。では。
じゃあねー。